夏休みに入る前、日南市立油津中学校で全校生徒を対象にした薬物乱用防止教室が開かれました。日南市内の学校では生徒たちにタバコ、酒、覚醒剤などが心身に与える影響や危険性を知ってもらうために薬物乱用防止教室を毎年行っています。成人年齢が18歳になったことで、お酒は何歳から飲めるのかというクイズが出されました。ね、はい、ありがとうございます。正解はそうですね、私からなんです。他にも個人でインターネットを通じて海外から輸入した薬なども成分が不明であったり、日本では禁止されている薬物が含まれていることがあります。生徒たちは日南警察署の少年補導職員から薬物の危険や害について学んでいました。全国では薬物による検挙が増えており、宮崎県ではおととし96人が検挙され増加傾向であることを伝えました。話を聞いた生徒は、一回やったらもう抜け出せないっていうところが怖いと思います。やっぱり薬物の怖さについて改めて知りました。宮崎とかでも身近に薬物は存在してるって分かったり、お菓子とかにも練り込まれているって分かったので、そういうところはなおさら気をつけていきたいです。明日から33日という長い夏休みに入ります。今日お話をいただいた薬物、まあ、タバコも含め、しっかり自分自身が、律して安全に健康に過ごして、夏休みを過ごしていただきたいという気持ちでこういう会を催しました。宮崎県警のまとめによると、2021年県内で大麻や覚醒剤などの薬物乱用の検挙が84件あり、このうち未成年による検挙は4件ありました。